はい、今から8月5日に葵のネットチェキを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。はい、ツキありがとうございます。どうですか、浴衣着てみました。しかも今回はピンクなので幼いですまあいつも幼いか、いつも別に大人っぽかったことあんまりないと思うんだけど、なんか髪型もね割と三つ編みやったんですよこの日。そう、三つ編みで大人っぽくもない髪の毛をしてたので、服も幼く、そうだからね結構ね幼い感じのねチェキが届くと思います。落書きも頑張ったので楽しみにしてください。ありがとう。はい、そして次行きます。さっちゃんありがとうございます。さっちゃん浴衣好きですか？葵はめちゃくちゃ好きですどうだろう、なんか葵は結構ね浴衣だったりなんだろう和服結構好きなんですよ。そうそう、だからね、そうだから金木ロビッツが好きなんですけど、そう可愛いと思ってもらえてたらいいなって思います。そう、割と可愛い目のポーズしてみたので楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、そして次行きます。たゆくんありがとうございます。なんかリンリンとつなげたらくっつくみたいな感じのチェキにしてみました。どうですか？まあどうですかって言ってもね、リンリンのチェキがないとどうくっつくのかって感じなんですけど、割とねいい感じにしょこってやってるので、きっと合わせたらいい感じになると思います。ニンジンって感じのチェキだなと思ったので端っこにニンジンも書いてみました。また届くの楽しみに待っててください。ありがとう。はい、そして次行きます。ゆきありがとうございます。浴衣来ましたよ浴衣来ましたよ今年も。そう、なんかやっぱ毎年のね楽しみでもあるんですよ。カンナギに入ってるからこそこうやって毎年浴衣着れてるのかなみたいなところもあるので、まあなんか結構お母さんがねそういうの着せてくれる人だったから着ることは結構あったんですけど、そうそう、でもねやっぱ1年に1回こうやって夏の服を着れるっていうのは嬉しいなって思うので、また届くの楽しみにしててもらえたらなと思います。いつもありがとう。はい、そして次行きます。カヌーありがとうございます。どうですか？なんかハートのポーズしてます可愛い目のチェキになってると思います。結構ね見た目もねちょっと幼いんで、この日はそう幼い感じになっちゃったんでねでもなんか恥ずかしいな。そうそう、なんかちょっと幼めな感じなんですけど、落書きとかめちゃくちゃね夏っぽい祭りっぽい感じにしてみたので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとう。はい、次行きます。てったんありがとうございます。てったんはよく特別衣装の時にネットチェキを買ってくれることが多いじゃないですか。だからね割とねいっぱいいろんな葵さんがあるんじゃないかなって思うんですけど、浴衣だけでもね結構カンナギ毎年浴衣の公演してシャッフルとかもあったりするから、たくさんのねあの浴衣の葵さんがいるんじゃないかなと思います。これもね追加されるだろうなと思うとちょっと楽しみなので、また並べてみてください。ありがとうございます。はい、そして次行きます。ひろちゃんありがとうございます。ネットチェック買ってくれてありがとうございます。ティフめちゃくちゃ楽しかったです。まさか縁日でこうやってね浴衣を着れるとは思ってなかったのでめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。すごいね楽しげなポーズをしていますまあピースなんですけどね本当に楽しかったので楽しさが伝わるチェキになっていると思うので、また届くの楽しみにしてください。ありがとう。はい、そして次行きます。パンダマンありがとうございます。ティフってことで、そうティフってことでティーのポーズしましたちょっと安直なんですけどね、いつもそうそういつもパンダマンだからパンダするねとか言って、なんかちょっと安直ではあるんですけど、でもなんかやっぱならではのポーズをするのはね結構いいんじゃないかなって葵は思ってるので、そうだからパンダマンとのチェキでもねパンダマンをよくするんですけど、そうそうならではのチェキもいいかなと思ってティフって感じのチェキにしました。あの周りのね落書きもちょっと頑張ってみたので届くのを楽しみにしててください。いつもありがとう。はい、そして次行きます。パソくんありがとうございます。可愛い浴衣を着てるんですけど、めちゃくちゃ陰キャピースをしてみました。ドヤドヤもおかしいか、ドヤもおかしいんですけどね、そうそうそう、結構この日本当にねめちゃくちゃねちっちゃい子みたいやったんですよ。なんかまだ三つ編みだからセーフみたいなとこあるかな。これを高校にひょっとまとめたりしてたら結構もう
っちゃい子だったんですけど、そうそうそう、ちびっこな葵が届くと思います。もう顔もなんかねみたいな、よくわからん顔してるんですけど、まあどんなね葵さんでもパスくんは喜んでくれるんじゃないかなって思ってるので、まあ陰キャなことはしてると思うんでね、はい楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。いつもありがとうございます。はい、そして次行きます。もときありがとうございます。どうですか、浴衣です。もときもいっぱい浴衣の葵さん持ってるんじゃないかなって思うんですけど、今回はね綿あめも描いてみました。やっぱ綿あめってなんか食べてる女の子可愛いから安直なんですけど、まあ、リンゴ飴と綿飴はもう食べてる人、食べてたら可愛いじゃないですか。そう、葵は結構ね焼きそばとか食べちゃうんですけど、キュウリとかベビーカステラとかもよく食べるんやけど、そう、まあやっぱ綿飴がいっちゃん可愛いかなと思って、そう、可愛いチェキにしたいなと思ったので綿飴描いてみました。きっと綿飴も相まって可愛いはずなので届くの楽しみにしててください。いつもありがとう。はい、そしてラストかな、いきます。りょうまくんありがとうございます。3枚も買ってくれてありがとうございます。1枚目は焼きそば食べてます。あおいさん結構ね焼きそば食べることが多いので、祭り行ったら焼きそば食べてます。2枚目はいっぱいハートですいっぱいハートです、浴衣だよっていうのをねアピールながらハートしてます。はい、で3枚目はたこ焼きを提供しております。提供おかしいなたこ焼きどうぞってしてます。そうそう、やっぱたこ焼きも好きなんですよ。そう、大阪生まれ大阪育ちなのでたこ焼きも好きなんですよ。だからたこ焼きも書いてみました。なんかどれも結構祭りって感じのねチェキになってると思うので、まあ浴衣着てるし、そうそう、落書きもちょっとね変えてみたりとかもしてるので、届くの楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。はい、以上ですね。以上で葵のネット実家ってくれた人ありがとうございました。 NEXT ズーン